それで、うん、表向きは新約聖書の顔、うん、でも、うん、どのキリスト教者も、うん、一皮むけば旧約聖書の根性が出てくるんですよ、うん、それはある自分の忍耐を超えた時とかね、うん、あるいは心身のその負荷を、うん、あるキャパを超えた時とか、それはエホバの証人のことですか、それとも全部のキリスト教徒、つまり新約と旧約を基本的に信条としている人たち、それがどう解釈しようと、だってさっき冒頭言ったじゃない、そんなに違いませんよと、ほとんど同じですねと、エホバの、でしょ、だから何も僕らそんなね、小さいところの異なりを言ってんじゃないんです、キリスト教徒全員全部含めて大体大内障態みんなそうなっちゃうんだって、なっちゃうんだよ、信ずると、神を信じると、ただ社長さんが言われているキリスト教徒が本当に聖書を信じてその書かれている通りの生活をしているかどうかっていうのは僕にしてよくわからないので、その人たちを僕たちと同じキリスト教徒として評価されるとちょっと話が食い違ってくるかなっていうところ、それはあなたはね、そのエゴバという小さい環境の中での教え込まれたロジック、でそうやって同じキリスト教を選別化してるからそういうふうに、まあ、洗脳されてるだけで、物ってのはね、やっぱりこう太古を見るっていう目が必要、仏教は常にそうだ、この盲目じゃダメだ、盲目をこういつまでもいじっててもダメだ、太古を見なさい、太古というのは対極的に全てを見ていかなきゃだな、どこからそれは見る、簡単なことですよ、ここに説かれてる教義とそれをただ信ずるというね、そこが太古ですわ、その中のどこのカトリックがじゃあ、キルの聖書通りやってたかやってないかとかさ、うん、プラテスタがそうだどうだのか、じゃあ、エホバのラッセルがやってたかやってないか、うん、そんなことはね、お互いが言いや、切れないですよ。うん、皆さんがしたら言わせりゃさ、うん、カトリックから言わせりゃもう、ソース感食らってるじゃないですか。うん、カトリックとか、旧来の仏教が、キリスト教。僕たちはだから、言い訳ではなくて、実際にエホバの証人が何をしているのかということを見ていただいて判断していただければいいかな。いや、一番怖いと思いますね。僕今散々エホバ、一番というか、人数が少ない分、そんなに社会に大きな影響を与えてないだけで。人数少ないと800万人世界で。いや、そのことはカトリックなんかどんだけいると思ってるんだ。それはわかります。わかるんですけども、もう本当に世界中の235以上の国の中で、私たちの活動が行われていて、まあ少ないかもしれないですよ。そのカトリックと比べればね、800万人とかが。ただ、それだけの数の国々で必ずそういうエホバの証人がいるっていう、それだけ の組織であるわけですから、だからさ、日本人だからエホバの証人がいいとかそういうことなんでも、うん、人として全てが認められるような考え方が教えられているからこそそこまで広まったっていう、そういうご認識はありませんか。全然あるよ。